勤勉忍耐適応力、借金を背負っています。日本でやりたい放題炎上しています。ネットで情報交換、その末路は見えています。中国人と同じ、タイ人はベトナムには行かない。まだまだどんどん増えていきます。はい、タイラクの窓です。今回はベトナムの話題です。最近ではネットニュースを見ると頻繁にベトナム人による犯罪や事件のニュースを目にする。日本にはそんなことが当たり前のような状況が増えてきていると思います。これは一体どうしたことなのか、日本はこの先どうなってしまうのか、同じ東南アジアの国タイの人の目からもその状況と数はある意味異常にもですね映っているようです。今回はそんな話題についてお話をしてまいりたいと思います。まずですね、私は最近こんなツイートをねよくするようになりました。その一つがですねこんなものです。つい先日に家畜泥棒のベトナム人が逮捕されたばかりではなかったのでしょうか。もう私が知っている日本ではありませんね、ということで、まあ私もね日本にいる頃もう20年以上になりますけれども、その頃はですねこんなことはね頻繁にありませんでしたね。そして今ですね、なぜこんなニュースに日本国民が不安視をしているかといえば、もちろんですねその数にあると思います。またねしかもそれが外国人によるものだということで、日本におけるベトナム人在留者の構成比はですね外国人全体の 14% だということらしいんですけれども、ただ検挙数になると全体の外国人全体の 35% に及ぶということで、在留者がですねベトナム人の2倍いる中国人よりも多いということらしいです。例えばですね万引きなどは3件に2件がベトナム人だと、そういう統計もあるそうです。日本の在留ベトナム人の数が一気に増えたのはどうもね2017年頃からだと言われているようですね。日本に入り出したのはもうそれこそ10年も前になると思うんですけれども、まあ現在日本にいる外国人1位の中国人、そして2位の韓国、まあ、ここのね位置は変わらないようなんですけども、3位のフィリピンを一気に追い抜いたということで、しかもねこのまま伸び続ければもう2位の韓国も追い抜くのではないかと、こういうね時間の問題ではないかという見方もありますよね。1位中国、2位韓国、3位ベトナム、今こういう状況になっているということです。その数字はですねしっかり法務省のねページにも出ておりますよね。1位の中国78万6000人、2位韓国が43万5000、ベトナムが42万とこのように迫っているわけですね。その他、まあいろいろね、ブラジル、ネパール、インドネシア、台湾、アメリカ、タイということで、トップ10がここにね、ありますけれども、大まかに分けると、こんなようなね、大体のグループに分かれると思います。ランクと言いますかね。そうですよね。どのような構成比になっているかというのが、これで大体分かると思います。タイはですね、かろうじて10位。ですから一応ねマジョリティの中の下の方にねぶら下がっているという状況でしょうか。まあいずれにしましてもベトナムの人がね日本に入ってくるのが増えたというのは、高度外国人、そういった人材やですね留学生、そして何よりですね技能実習生の受け入れが日本政府の政策によってなされたと、それで増えたということだと思います。その他ですね永住者や日本人の配偶者、そういった人たちも確かにね就労、まあ日本で働いているということはあるようなんですけれども、やっぱりね技能実習生というのが大きいですよね。従事する産業としては宿泊飲食サービス、それからサービス業、そして建設、卸売、小売、医療、福祉、情報通信、教育、学習支援、こういったものがあるようです。さて日本にですねベトナム人が増えた、来やすくなった、その大きな理由の一つとして今もね何度もお話ししている通り実習生の制度があると思いますけれども、彼らは一体どうやって日本に入ってきて日本で働き、そして最悪ですね悪いことをしてしまうのか、大まかにはですねこんなような状況だと思います。ベトナムにはですね人材を送り出す機関があるようです。そこでですね日本語ですとかいろいろなね教育、例えばね礼儀とかそういう習慣なんかも学んで、そして人間を
日本へ送り出すというね、斡旋するという、そういった機関があるようなんですよね。日本側にも、そして受け入れる機関というものがあるということです。双方の周囲にはですね、それぞれブローカーさんがいるというわけですね。まあブローカーというとね、やっぱりどうしてもね、日本ではその悪いイメージ、なんとなくね、ズルしてね、お金儲けて、楽して儲けて、そんなようなねイメージもあるんですが、必ずしもですね、本来はそういう意味ではありませんよね。ただね、ここではね、必ずしもいい噂ばかりではありません。そんなブローカーがたくさん取り巻いているという状況です。日本の受け入れ側のブローカーがですね、まずですね、企業経営者へ営業をかけるわけですね。そして話が決まれば、まあね、その経営者なり人事担当者の人がですね、まあ興味を示せば、そのブローカーが現地のね、ベトナム現地の送り出す機関ね、視察に案内するわけですよね。そこでね、けなげに日本語とかですね、あるいは日本流の所作などを学んでいる、そういうね、実習生たちを目の当たりにして、日本のね、人事担当者というのもやっぱり感心するわけですよね。まあこの時にですね、これは例えば文春の記事なんかにもありましたけれども、ブローカー側からですね、さまざまな接待構成、そういうものもあるようなんです。ですからね、男性に向けてはなおのことですね、いろいろな接待構成もあるようなんですよね。受け入れの話がまとまればですね、その企業側がですね、何人かね、採用しようということになれば、一人頭ですね、月額数万円の管理費というものが発生するそうです。そしてブローカーへのね、この時ね、手数料というのもやっぱりね、取り決めが交わされるわけですね。ですから月額の管理費、そしてブローカーへの手数料、そしてさらにはその雇った人のですね、給料、こういうものが企業側が毎月払うということになってくるわけですね。まあこれでもですね、日本で正社員を一人雇うよりは相当安いということなんだと思います。一方、送り出される側のね、実習生です、こちらの人たちはですね、渡航費からパスポート、そして日本へ行くために学んだ学費、それから役所の手続きですね、そういったものの費用がかさんでくるわけです。そこにさらにはですね、ブローカーの手数料も乗っかってくるわけですから、日本円でですね、100万とも200万円とも言われる、そういう高額なですね、負担金を借金して、そして日本にやってくるというわけです。さらにはですね、その借金者ね、100万200万のお金に金利も乗っかってくるわけですからね、これは大変な話になります。まあそういう金額はですね、大概実家うちのですね、土地なり田畑を担保に入れて、そしてね、借りてやってくるということらしいんですけれども、結局はね、これを日本で働いて返していくということで、その借金が終われば晴れて、それがね、自分のね、懐で蓄えとなるということだと思います。まあ日本で働くベトナム人は非常に真面目だそうですね。しかし、いつしか問題を生じさせて、最後は失踪してしまうというケースも後を絶たない、これも現実だと思います。その理由の一つにはですね、いくら働いてもね、今お話しした通り借金がある、その借金がですね、いくら働けども働けども手元に残るね、お金もないということでね、嫌になってしまうということなわけですけれども、失踪する人の行く先ですよね。日本でもうそれもね、実は出来上がっているベトナム人の裏社会というものもあるそうです。そんな環境にいる人間がですね、家畜や農産物を取ってはネットで転売したりということで、それがね、明るみになってニュースになると、そういうことも現実に起こっているわけです。まあですから結局はですね、明暗を分けるのは、日本へ送り出される時にですね、変なブローカーの上乗せがなければですね、本来のね、まっとうな金額であればですね、たとえ借金だとしてもその半分ぐらいで済むそうなんですよね。だいたいですね、60万円から70万円ぐらいが本来のね、正規なまっとうな金額だと言われております。要はね、そういう研修実習生がですね、日本に行くその費用ですよね。まあこんなもんだと思いますよね。
まあ、ですから結局ですね、日本で実習生として終えてですね、晴れてベトナムに帰国する、その後ですね、ベトナムの会社でですね、重要なポストについて働いているという人もいるそうです。またですね、あるいはですね、日本にいる期間の間にですね、実習生制度というその実態をですね、よく知ってしまって、そしてベトナムに帰った後はですね、今度は逆にブローカーとなって返り咲くというね、そういう人たちもいるわけですね。ですからもう、そうして荒稼ぎをするね、ブローカーたちが後を絶たないというのも現実だと思います。まあ今日本ではですね、ベトナム人によってですね、例えば人がね、ちゃんと管理している、そう思われるですね、田畑やビニールハウス、あるいはですね、一見空き地のように見えても、おそらくですね、人の所有するものと思われるそういう土地に入っていってですね、農産物であるとか家畜、そういうものを捕まえて、こんなの取れたぞというふうにね、ネットに上げてる、そういうものもね、少なくないわけですよね。あるいはですね、ベトナム人が入居するペット科のそういった集合住宅ではですね、ペットがいなくなるということもあるそうです。私もですね、まあ生まれた時からずっとですね、常にワンコがいます。うちにはですね、今も飼っておりますけれども、子供の頃から、もう生まれた時からずっとね、我が家には犬がいるわけですね。その他、猫だとかウサギだとかハムスターだとか、いろんなね、常に動物に囲まれて暮らしてきたというね、そういう人生なわけなんですけれども、人様のペットを盗んでどうにかするというのは、やっぱり私にはね、理解できないわけです。まあ決して私はですね、動物が好きだからといってですね、動物愛護なんとかというね、そういった人とはまたちょっとね、考え方が違うんで、まあ無条件に何でもかんでもですね、とにかく可愛がればいいんだということでもありませんし、また逆にですね、むやみに接触するべきでもないと思っております。まあですからね、そうやってね、人のペットを盗んで何がしというのはですね、私はちょっとね、強制はできないと、このように思うわけですよね。人が生きる上での殺生とはどういう意味を持つのかというね、そういうことがあると思います。私が日本でね、会社に勤めていた頃の話ですけれども、よくね、面倒を見てもらった上司の方の一人、その方がですね、こんなことを言ってましたね。犬は可愛いですね、でも僕は飼う資格がないんですと、こんなことをね、言ったのをよく覚えてます。その人はですね、戦前生まれの戦争体験者なんですよね。当時の家庭の境遇もあったようでですね、本当に生きるか死ぬかの食糧難を体験したというね、そういった方だったわけです。まあそんな中でですね、いろいろあったんだと思います。ですから、僕には犬は飼う資格がないと、その人はね、おっしゃるわけですよね。まあ確かに日本にいるベトナム実習生にもですね、いろいろなね、苦労があるとは思います。給料もですね、時給200円と300円だという世界らしいですし、まあ食費やね、住宅費がかからないとなれば、本国で得る収入よりはもうはるかに高いはずなんですけれども、ある動画ではですね、日本人とベトナム人によるそのトラブルですね、そういったビデオクリップなんかも上げられておりますよね。いろいろお互い鬱憤もたまるんでしょうかね。そもそも外国人の働き手が大量に入ってくるこの制度自体ですね、日本では反対の声も多いと思うんですが、実はね、私もそう思っております。例えば私もね、今タイに暮らしておりますけれども、ここに至るにおいてはですね、それこそ厳しいですね、いろんなその条件をクリアしてやるわけですよね。ビザを取ったりですね、労働許可を取ったりですね、まあ、あるいはですね、その働くにもそれなりの条件がいろいろあるわけですよね。ですから、まあこういうね、実習生制度というのもね、いいんですけども、ちょっとあまりにもですね、簡単でじゃんじゃが入っていってるよというふうに私にも見えてなりません。ましてやですね、犯罪を犯す、お互い嫌な思いをするならですね、こういう制度は早々にやめても良いのではないでしょうかね。そもそも両国政府が決めた制度にもかかわらずですね、斡旋から受け入れまで民間のブローカーのようなものまでがですね、そこにわっとこう群がって、そして法外な借金を背負ってくるということ自体、なんか間違ってませんかね。
やるんであればですね、もうもしやるんであればですけれどもね、今後も続けるのであれば、民営化などせずですね、おかしな利権などは一掃して公の元に管理すべきだと私は思います。そういうことでね、法でも取り締まるべきだと思います。ベトナムの人たちが日本でね働いて、その末路としてですね犯罪に手を染めるのはどういう理由なのかということも、もう日本政府だって分かっていると思いますからね。しかしそもそもやっぱりですね、この制度自体を大幅に縮小するか、あるいはやめる、まあやめないでもですね、厳しくね基準をですね絞り込むということはね、私は必要だと思います。まあ皆さんはね、この辺についてどう思われていらっしゃいますでしょうか。まあ確かにですね、企業、その受ける側の企業にとってはですね、こういったね安い労働力、こういうものも必要なんだよというのは確かにわかるんですけども、最後にですね、失踪されてしまっては何にもなりませんから、ちゃんとした人材を確実にその供給してもらうということもやっぱり必要なんではないでしょうかね。さて一方、こちら泰楽の窓がお届けするタイでは、日本で増えるベトナム人をどう思っているのか、どう見ているのかということです。先ほどご覧いただいた在留外国人の数字でもですね、タイはギリギリねマジョリティのグループにぶら下がっているといった状況だと思うんですけれども、コロナ禍前ですね、コロナ禍前にはベトナム人の間ではタイが人気1位の海外旅行先でもありました。遊びとなればですね、タイはやっぱり近いですしね、旅費もコストもね安くなるということで、またタイにおけるですねベトナム人にとってはショッピングなんかもとっても人気があるようなんです。一方、稼ぐということになれば、やっぱりベトナム人は日本を目指すということになろうかと思われます。そんな中でですね、まずは今回ネットに上げられた投稿、こちらをご紹介してまいります。タイ人男性の疑問ですね。ベトナム人労働者は日本国内の外国人労働者としてなぜ世界で2番目に多く市場を席巻しているのでしょう。一方、タイ人はどうでしょう。日本の厚労省の情報では、中国人に次いで2番目にベトナム人、そしてフィリピン人と外国人労働者が続くそうです。約3割が製造業、その他サービス、飲食業などと続きます。日本のサイトですが、皆さんも一度ぜひご覧になられたらいかがでしょうかということでね、まあタイの人たちもよくこういうね情報を見て勉強してますよね。これにタイの人たちは果たしてどんな反応や意見を返しているのか、この後引き続きご紹介してまいりたいと思います。こちら泰楽の窓チャンネルでは、こうした話題を取り上げてタイの人たちの意見なども合わせてお届けしております。もしねこういった動画が気に入ったよと言っていただける方は、ぜひチャンネル登録をしていただければ幸いです。それでは早速後半参ります。タイの反応、タイ人のコメントです。はい、それでは一人目ですね、タイ人男性。そのベトナム人の数は合法で働く人ですか、ということでね、中にはねズルして入っている人もいるんじゃないのということですが、次の人、返信ですね。これは投稿主ですね。合法ですと答えております。ですから先ほどのね、情報っていうのは、日本のね、厚労省であるとか法務省とかそういったところから引っ張ってきてますんで、当然ね、これは合法な人の数ということで、今、ベトナム人が第3位ということになっていると思います。それから次。実際日本ではベトナム、フィリピン、カンボジア、インドネシア、中国、ネパール、ミャンマーとともに、タイも労働受け入れの対象国となっています。しかし私の日本での経験上、ベトナム人は実に勤勉で忍耐力、社会への適応能力も高いと思いました。中国語を学んだ人も多いので、本来中国人の雇用枠にベトナム人が同等の労働力として採用されることもあるようです。彼らは生活のために必死に働きます。タイ人は家族と共に過ごすことが重要ですから、ああいう働き方はしないのかもしれません。またタイ政府は日本へ労働派遣するよりも外国からタイへの投資を集める政策を取っているということもあると思います、とこのような意見ですね。
まあね、このコメントを見てもタイ人から見てもやっぱりですね、ベトナム人というのはよく働くなというふうにね、見ている、思われているようですよね。確かにタイ人はですね、家族と一緒に暮らすということがね、幸せの基準で高いということがあるわけですよね。単身というのはね、比較的あんまりね、好まれないと、結構ね、避ける人も多いのだと思います。ただですね、韓国へ働きに出るという人はね、結構多いと、そういうこともあると思うんですけれどもね、その辺がどうなんでしょうか。まあ、ただ韓国についてはですね、やっぱりね、同じくそのルート、ブローカーのようなものがですね、出来上がっているということもあります。ですから私の聞いた限りではですね、リピーターというのは極度に少なくなると、このようにね、認識しております。はい、そして次のコメントですね。ベトナムはすっかり日本を、そして韓国は今カンボジア人が席巻しています。でも中には不法の人もいるでしょうということでね、私は今ね、タイから結構韓国に行く人が多かったよという話もしましたけれども、今はですねカンボジア人が多いようですよね。はい、そして次のコメント。ベトナム人が公開する日本での YouTube 動画を見ているとすごいですよということで、まあこれね、今日本でもね、ものすごくそのなんて言うんでしょう、噂になっておりますよね。ただこれタイ人も見てたんですね。農作物ね、先ほども言ったようにですね、農作物をね、こう取ったり荒らしたりですね、禁漁区でですね、海に入っていってですね、いろいろな魚介類を取ったりですね、いろんなことがありますよね。それをね、転売したり、ひどいのはですね、豚肉、これどっから持ってきたんだと、どっから仕入れたんだということになるわけですけれども、豚肉、精肉なんかもですね、うん、ネットで要はベトナム人同士にですね、転売しているという状況もあるわけですからね。まあこういうことをタイの人たちも知っているわけですよね。はい、そして次のコメント。日本の少子高齢化で人手不足なのです。医療看護の分野でも働いているようですよと、こういうコメントです。それから次、タイ人女性ですね。私は日本のホテルで働いていますが、ベトナム人の多さを実感していますと、いうこういうコメントもあります。それから次、日本で働くベトナム人は実に多いですね。タイ人は日本の大学や企業研修で勉強しに行きたがる人が多いですと、こういうコメントですね。これもね、実際そうだと思います。それから次、ベトナムやフィリピンの人たちは日本にも行きますが、タイにもかなりやってきています。反対にタイの人たちがベトナムやフィリピンに行くのは旅行であっても少数派。そういう意味ではタイは経済的にも中間あたりにいるのだと思いますと、こういうコメントですね。それから次、私たちタイ人はフィリピンの料理や文化にはあまり肌が合わないということもあります。でも日本人や韓国人はフィリピンやベトナムへの旅行も人気のようですよ、ということでね、これも実際にあると思いますよね。まあ日本人はですね、世界中どこでも旅行にね、行ってみたい、行こうというね、そういう、まあ、経済力を手にしたということもあると思います。それから次、タイ人男性ですね。沖縄ではたくさんのフィリピン女性が働いているのを見ましたよ、ということでね、これはね、おそらく飲食店関係だと思いますよね。それから次、東南アジアの人間が日本で悪いことをして咎められた時、自分はタイ人だと嘘を言う、そういう人もよくいるそうですよと言ってますけれどもね、本当なんでしょうかね。どっかで聞いたことある、そういう話ですよね。これはね、やっぱり近隣国同士というのはいろいろあると思いますよね。それから次のコメント。2018年にはこんなデータがあります。フィリピン人、タイ旅行43万人、日本旅行50万人。まあこれはね、ほとんど変わりませんね。そして次、ベトナム人、タイ旅行100万人、日本旅行30万人。結論として、ベトナム人は旅行ではタイ、出稼ぎでは日本ということになるようですと、こういうコメントですね。ちなみにタイからフィリピンへの旅行者はですね、その10分の1、約ですね、4万人程度だと言われております。タイから日本へはですね、2019年のデータで約ね、年間130万人を突破したということであります。まあもうこれはね、圧倒的な差がありますよね。そしていよいよ最後のコメントになります。タイ人男性です。
ベトナムの人たちはタイのようにちょっとだけ発展した国へ旅行するのが好きなようです。ビザなし旅行者は皆観光とみなされます。でも実際には働いてしまっている人もいます。タイはベトナム人のブローカーにも人気だそうですよ。日本ではどうですか、ということで、まあタイではミャンマー、ラオス、カンボジアに加えてベトナム人の不法就労者、そういった問題もね結構あるんですよね。ASEAN 加盟国内ではですね、ビザなし旅行ができますから、タイもね30日以内はビザなしで入ってこれるということもあるから、そういうね事情も関係していると思います。まあ今ね、最後の人のコメントにもあるようにですね、日本もですね、そういう不法就労、悪いねブローカーにも狙われてませんか、と言っておりますが、どうなんでしょうか。ということでね、まあ今後ますます日本でもね増えていく外国人労働者だと思います。タイでもねこの問題は長年いろいろとね、抱えている、そういったね問題でありますけれども、本来ねこのベトナム人実習生についてもですね、まっとうなところでねちゃんとした家庭を就労していればね、結局ねその借金する金額もまっとうな金額で、ね、済むわけですよね。ただね結局楽をしてですね、そういったね偽造のね証明書のようなものもね手に入れたりしながらですね、悪いブローカーや斡旋業者によって高額な借金をするということもね現実としてあるようです。まあそういったねインチキな形でですね日本への切符を手にしたとしてもですね、その末路はですねいいことはないというわけですよね。さて今回ご紹介する言葉ですけれども、木の枝の先に止まっている鳥を指さす。これはですね、そうしたところに止まっている鳥をですね、たとえ人間がですね指さしたところで、それをね自分の手に取ることはできない。日本流に言いますと、ないものねだりというね、タイのことわざ格言集の中からご紹介いたしました。皆様は今回の話題、タイの人のコメントにつきまして、どのようなご感想、ご意見をお持ちになられましたでしょうか。はい、それでは今日の動画はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンをいただけたら大変嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。